全てが時間との戦いなのである。黙々と打ち返しを続ける宮川。なかなか思い通りにキーパーサイズが連れてこない。江藤は着実に超過を上げていた。狙いは的中し、沖野垂水から次々と30センチオーバーが引き寄せられる。高橋も気迫では負けていない。タモが出た。これはなかなかの方らしい。3のポイントでもなんとか彼はキーパーサイズをかけた。見える魚は釣れないと言われるが、高橋は数少ないキーパーを目で捉えると確実に食わせていく。第2ラウンドが終了。江藤はキーパーサイズを6枚ものにした。高橋は1、宮川は0である。都合6対2対0、江藤の勝ちが濃厚になった。だが宮川には期するものがあった。前日彼は1のポイントで60センチクラスを仕留めていたからだ。追い上げにかかる。逃げ切りたい江藤は3のポイント。高橋は起死回生の大逆転を図る。3のポイントに関して江藤はもう釣りようがなかった。数の中に型を見ることを願うばかり。高橋は2のポイントの左手、先の2人が手をつけていない場所に全てをかけた。同じポイントでは逆転の可能性はないと読んだからだ。その決断が試合を面白くした。いきなりビッグワンが来たのだ。残念、痛恨のバラシ。ギャンブルは正解だった。しかし次のチャンスは来るのだろうか。宮川の方は思いのほか悩んでいた。ここでもノンキーパー地獄の雲行き。試合の裏にはまり込んでしまった。彼はほぞを噛んだ。無限のプレッシャーの中で高橋が30センチギリギリを上げた。これが反撃の糸口。彼は一気呵成に攻撃的な釣りに出る。釣り用のない江藤はじっと耐える釣りになっている。宮川は驚くほどの数を上げるが、片物が遠のいている。やはり地合いの裏にはまったらしい。高橋がついに2度目のチャンスをつかんだ。どんな試合であれ勝つためには技がいる。策も欠かせない。それらが切迫している場合、賭けに出ることもまた道を開く方法だ。一か八か自分の運を信じての選択。それにしてもこれは相当の型のようだ。
90センチに迫る大物だった。2のポイントで先の2人が入らなかったピンポイントを攻め、高橋は終盤になって自分の流れを呼び込んだ。そしてその流れに乗る形で圧倒的な追い上げを見せ、フィニッシュになだれ込んだのである。結果、江藤6枚全てを2のポイント沖野垂水から引き抜いた。高橋も6枚賭けに出た成果だ。かくて私たちの勝負は終わり、総重量で高橋に軍配が上がった。その翌日もまた3人は平根に乗った。この日の釣りは試合ではなく、それぞれが自由な釣りを楽しもうとしたのである。3人の釣りっぷりを見てみよう。この日はあっという間に50センチオーバーを3人で5枚も上げた。ポイントを自由に選べる釣りだから、3人とも思う存分に本領を発揮できたのだ。もっともその楽しみの奥にひたむきな追求心が隠されていたのは否めない。昨日の試合で得たアルファズームイソリミテッドについての確証をさらに念を入れて実感しておきたかったのだ。3人は納得した。やったぜ。私たちトーナメントに出場する者にとっては一番重要なものが何かというと、手返しをより効果的に素早くやるかということの一語に尽きると思うんですね。刺しをつける、浮きを振り込むという、そして魚をかける取り込むと、一連の動作の中でその生きた餌っていうか針にオキアミがいつもついてるっていう状態を、その釣ってるものがある程度分かっておらないと無駄な時間が過ぎるということで、長さも、4753っていう非常に扱いやすい長さになってますもんで、で60センチの竿の長さが違うっていうことは、それだけこう手を動かすのも楽ですし、こういった打ち返しもこう
確実に思ったところにこう確実に打っていけると、このまさにこの腕の延長がこの竿であるというようなことが実感できました。私たちトーナメンターにとって非常に心強い竿だと思います。このイソリミテッドの付属品としてデュアルチューンナップキット、この竿尻についてるゴムですよね、それとこのリールシートの真裏につけるこの2つのキットがついてます。で、今回は僕の場合はこの上の部分はつけませんでしたが、皆さん自分の持った手の感触の一番いい位置にこれをセットしてもらうと、その時には両面テープでつけるか、ある程度位置が決まってしまえば接着剤をつけて固定することも可能です。非常にこれがあると竿の握りがフィットしますのでいいと思います。アルファズームイソリミテッドのシリーズは、従来、ガザガザの塗装がしてあったんですけど、今回はこういう突起物で竿のベタつきを防止しております。まあ、特に試合など雨の日の天候もありますし、特にこの糸のベタつきを解消したのが特徴です。そして今回はこの特に細身になっておりますので、風の抵抗などあまり受けません。で、非常に使いやすくなっております。先ほどから使用していましたが、今回特にまあ天気も良くて幸いにもベタつきはないんですけど、まあ、使用のベタつきもなく竿のさばき、糸のさばきが非常にいいと思います。このシリーズは従来、ガイドが低くなっていましたが、この第一番目のガイドだけ特に今回高くなっております。これが非常に飛距離が伸びるということで、僕なんかスルスル釣りをよくやるんですが、道糸の送り、またズームによる道糸の修正ですね、それが非常にスムーズに送ることができます。イソリミテッドの竿とテクニウムのリールで次回のジャパンカップには強い味方となると思います。ここで試合の最終ラウンド、高橋が最初の大物をバラした後の彼の秘策を明かしておこう。バラした直後、コマセ打ちをしながら彼は60センチクラスの影を再び見たのだった。そこでハリスを8号に張り直し、長さの調節を速やかに2回ほど行った。最終的に浮きから針まではなんと30センチだった。仕掛けが馴染み15秒ほど沈めたところでその60センチが食った。高橋らしい攻撃的な釣りの裏には必ずこうした策がなされている。御蔵島平根での戦いは確かに地元高橋が有利だったかもしれない。それにしても60センチクラスが出る試合など前代未聞だ。さすがに磯とグレを知り尽くした男たちの高度な技術のぶつかり合いといえた。実に見るべきものが多い試合だった。釣りの楽しみは人それぞれでいい。競技はその中の一つに過ぎない。しかし一定のルールと限られた時間で行う競技には日頃の釣りが凝縮され、釣り感性も研ぎ澄まされる。そこでタックルへのこだわりが生まれてくるのだ。その確証は感覚が覚えている。アルファズームイソリミテッドはそうした高感度な釣り人にこそふさわしい。ズームの実績を重ねて私は生まれた。ズームの最高峰、勝つためのリアルコンペティションモデル、アルファズームイソリミテッド、シマノ。